すっかりもう見慣れて逆についてないと違和感があるぐらいに、このヘイローが。ヘイローね。あ、ヘイローじゃない、ヘイロー。ヘイローこのヘイローうまいねってそうじゃない。ヘイロー。ヘイロー。ヘイおやじ。ヘイお待ち。まあまあすっかりその見慣れた。ハローっていう。ね、最初ハローってみんな言ってたよね。ちょっとダサいですよね、あれね。ヘイローだからちゃんと。本当なんかもうそういう、ね。最初に役者とか多分ガンダム好きだったんだよ、多分。ハロまあでも今もうなんとなくヘイローで定着したよね、多分 ね、うん、ヘイロー、あのヘイローなんだけども、結局ほら、まあ、F1 から始まって今もう大抵フォーミュラ全部、はい、うん、で地方戦も含めて地方戦世界のね地方戦も F4 まで全部ついてるけど、はい、あのヘイローは素材あれ何、はい、カーボン、カーボンではないですね。カーボンではない。あれは何？素材は全カテゴリー共通なの？いや、ね、F1 だけは特別ですね。うん、あ、特別なんだ。丈夫ってこと？だけは軽い。軽い、うん。代わりに高い。ああ、はあ、あれ何でできてるの？チタン。チタン。あ、チタンでできてて、うん、まあ高い。ああ、チタンって聞くだけで高そうだよね。高い。でなおかつ F1 の場合はその外側に各チーム自由に、うん、あのカーボンでフェアリングをつけることが許されてるんで。こういうのつけたりとか、こんなギザギザつけたりとかっていうのができるようになってる、うん、空力負荷物をつけるということも含めてのフェアリングですね。へえ、普通にこう棒に見えても実はこう微妙に形、うん、空力にね考えた形してたりしますしね、うんうん、じゃあ要はあの芯になってるところはチタンで、それは外から見えないですよね、見えない基本的には。でカーボンでいわゆる空力装飾してるってこと、はいはい、あ、そうなんだ。じゃあ高そうだよね。どこ行っちゃう。そうだね。めっちゃ高い。だからそれが、3社だったかな、メーカー決まってて。へえ。だってそこの利権もうんぬんかんぬんみたいな話もありますけど、あ、そうなんだ。まあそこから買うことになってますね、そのもの自体は。ヘイロー作ってるところは、それでも3社もあるんだ。確かそうですね。今どうかわかんないです。導入された時は3社。あ、じゃあ営業マンがこう各チームに名刺を持ってくるってことで、うちは。うち、納期いくらで。うちのチタンはここが違うんですよ。いや、素材は一緒でしょうけど、ね、変わったら困るから。FIA が指定する仕様で作んなきゃいけないから。へぇ、あ、そうなんだ。あれ、壊れたら交換。ずっと1個使ってる、同じの。1個じゃないですか、基本的には。もちろん、取り外しはバコンってここでねじて止められるんで、うん、可能ですけどね。へぇ、下のカテゴリーは何使ってるの？鉄？下のカテゴリーは鉄のはずですよ。あ、そうなんだ。まあ、F1 とは違って、うん、いわゆる安価な値段が重要で、なおかつ同じその強度が確保できれば、まあ、重量そこまで、みんな同じものをつけるわけですからね。あ、そう、別に有利不利はないから。じゃあそれはもう、やっぱりいくつかもう作ってる業者が決まってて、うん、みんなそこから世界中が供給を受けてるってこと、はい、で、しかもその、ね、ここについてるマウントに対してガショってこうねじ止めして、むき出しですよね、いわゆるね、こういう筒になんかこうペタってこう溶接されてる、うん、溶接してるから多分普通の鉄なんでしょうね。でもチタンってほらこの間カッターがあるって言ってたよな、はいはい、いざって時に、はい、チタンってそんな簡単に切れるの？まあ切れないでしょうね、簡単にはね、まあでも切れるような、切れるような、すごいよ、それ専用のがあると、うん、すごいね。じゃあ他のカテゴリーでもそういうヘイロー切るあるはずですよ。っていうか、まあ F1 の現場では基本ありますからね。でもそれ聞くとないと怖いよね。その外さないと救出できないというか、うん、そのぶった切るしかない、うん、まあ今のところそういうの一回も使ったっていうのは、まあ見たことない、ね、聞いたことはないですけどね、うんうん、逆にまあヘイローがあるから守られるっていう方が多いし、うんうんうん、まあひっくり返ったとしても本当に救出できないっていうことがあるのかっていうとね、どう、まあまあそうだね、まあ、ヘイローはもしねひん曲がっちゃうようなものであれば、ね、曲がったから切ろうだけど、そんなことはない、そうものになってるわけなので、まあ、ヘイローがあるからこそドライバー守られるし、自力で出てこられるっていうのが多いから、ひっくり返った状態でドライバーが閉じ込められてて外からの救出が必要だっていう場面が今のところないんですよね。じゃあ、あれだね、チタンだとなんかその丈夫で軽いってイメージあるけど、はい、ね、じゃあ買いカテゴリーじゃ結構重たいものが前のあるとガーンと買っちゃってる。そうですね、あれだからマウントも含めて20キロとか確か言ってましたもんね。そんな重たいのチタンでも、でもマウント含めて12キロとかそんな感じじゃなかったかな。へー、結構じゃあレーシングカーのあんなものがドカンと真ん中に乗ったらちょっと、いや、そうです、ね、あれでだから入れた当初はやっぱりちょっと動きがダルになるねっていう話はありましたよね。もうヘイロー自体もそうだけど、このマウントがしっかりしなきゃいけないから、うん、そうそうだよね、モノコック側も結構重たくなるんですよね。でボルト止めだから、そのボルトもまたすごいボルト。じゃあちょっと太郎さん、ヘイロー1個買ってみましょうよ
多分1個200万ぐらいのはずだから、ヘイローを買ってみたっていう。で、あの BM につけましょうよ。ヘイローのここのとこにカメラつければちょうどカメラマウントとして使えます。ああ、そうだ。F1 みたいに。F1 のヘイローを買って、そこにあのルームミラーつけてみたいな、後ろが見える。ああ、後ろが見えるよね。じゃあ BM のオープンカー買って。つけてみて。そっから。ロールバーとうまくちょっとね。はいはい、あ、じゃあヘイローつけるからロールバーいらないです。あ、いらないのか。車検通るから。あれじゃ あのヘイローのさっき言ったその空力付加物っていう の, その空力のあれはじゃあ何気にそのレースごとに形が変わったりする、まあ、アップデート結構してるチームもありましたけど、うん、最近は結構安定してきてるというか、まあ、これが正解みたいな、うん、うちの車に合うのはこれみたいなのはもう見えてるから、あんまり毎回変わるってことはないですね。何もやってないチームもあるでしょ。何もやってないように見えて実はやってたりとか、例えばアルファロメオなんかこう微妙にスリットが入っててちゃんとなんか空気抜けるようになってたりとか。へー、そうなんだ。メルセデスみたいにね、こう2個3個輪っかつけてるとこもありますけど、結構やっぱりあそこはすごく空力というか、まあ、気流に影響するんで、まあ、正面からドーンだもんね。ここのエンジンのエアテイクに入ってく気流にも影響するし、リアウィングに当たる風にも影響するんで、あそこでちゃんとこの整流して上にこう剥離していかないように、ちゃんとヘイローに沿って後ろに流れていくようにしとかないと、逆にそれをうまく活用するって感じですかね、ヘイローね。じゃあそれを活用するためには、今度はノーズを伝わってきた空気がヘイロー、まあ、基本コマスク当たりますから、ね、当たるからね。仮にヘルメットなくても顔ブブブブブブブってなる。なるでしょ。あ、だからなるんだ。絶対なるでしょ。それこそここに透明のあれがないとね、どんどん入ってこう、はいはいはい、こう持ってかれちゃうとかっていうぐらいだから。あ、そりゃそうだ。300キロなめんな。はい。